はい、どうも、りょうへいです。江戸沢です。そして、ブラザー TV の藤川です。はい、お願いしまーす。お願いしまーす。どうぞ、はじめまして。はじめまして。ちょっと僕、前回の時会えなかったですからね。そうですね。それに今日やっとお会いすることができて。嬉しいです。楽しかったっす、今日、本当に。いやー、ありがとうございます。めちゃくちゃ長かったっすけどね。ここからまた群馬来てよかったー。いやー、でも、本当にそう言ってもらえると、本当に嬉しいですね。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、今日、参加していただいた皆さんのグループ紹介をしてるんですけども、もちろんね、ブラザー TV 軍団の、皆さんの紹介もしていこうかなと。はい、なるほど。ぜひ、本当だったらたくさん紹介したいんですけども、皆さんはちょっと持ちすぎ。すぎですね。はい。なので、ちょっと選抜して、ちょっと本当に申し訳ないんですけども、紹介させていただければと思います、はい、ただもしね、今日この後紹介するグローブ、他のグローブも、ね、皆さんの、動画にたくさん出してるので、概要欄にブラザー TV さんのリンク貼っておくので、もちろんそちらの方もチェックもお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、じゃあまず、はい、今日使ってた投資用からいってみますか。はい、ナイスピッチングをした、はい、クラッカーのオーダーグラブ。うわー、これはブラザー TV 2022年モデル。やばい勝手に言ってるだけだけど、ちょっと緑強くないですか。そうですね、なんかプロレス選手でも、私この投手ぐらいしか見ないっけ。最近でも緑使ってる人、一本の人も違う。あー、イメージだと高橋光太投手ぐらいですね。確かに有名どころで言うと。なんだよ、まあ草野球じゃん。まあ見ないっす、全然見ない。見ないよね、そこら辺じゃ。マジで見ないっす。埼玉でも見ない、群馬でも見ない、全然見ないっす、あんまり。で、なおかつ、ウェブがこれスラッガーの S ですね。まあ、いいな。大田しかないっすからね。それまた屈曲性がすごくあって、ウェブがすごく曲がりやすくなってて、はいはいはい、握りつぶしやすい。握りつぶしやすい、結構握りつぶしちゃうんで僕。そうですね、まあ、はい、投球フォーム的にもそうですよね。かなりガチャってなってる、投げれる。これなんかこだわりとか。こだわりが、これ実は、はい、投手で作ってるんですけど、これ型がオールラウンドの型で作ってる。L7 とかですか。 L7 です。あー、L7 強なんで僕。なるほど。高校野球の時の内野用グローブも L7 だし、はいはいはい、スラッガーで投手を作ってるほとんど L7 で、投手用のウェーブをはめ込んで、はいはいはい、オールラウンドだけど投手用のウェーブをはめ込んで投手として強させていただいてます。なるほど。ちょっとちっちゃいよし、ちょっと小さめ。でも L7 結構でかいか。でかい。とか、だからスラッガーのオールラウンド潰せるんがいい。取ってから早いかもしれない。ファント処理とか過ごしやすい。はいはいはい。あっちゃうだけでものすごい浅いんですよ。なるほど。ちなみにどちらでオーダーされますか。これはこのマークわかるかもしれない。矢沢スポーツ。はい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 、はい、ブラザー TV っつったら矢沢スポーツさん。そうですね。矢沢スポーツさんのチャンネルなんじゃないかって勘違いされることがあるぐらい矢沢スポーツさんで。この間も言ってましたよね。そう、それを聞き出したくて。いや知ってるけどね。ちょっと言ってもらいます。はい。これでも正直言ったら連盟使えなくないですか。そうなんです、連盟使えないですよ。オープン大会用にしれっと使ってる時もあるかもしれないですけど、ピッチャー用なんでね、同色じゃないとダメなんですよ、写真が。小指側大丈夫でしたっけ。いや、ダメなんですよ。親指の同色だけですよね。親指の同色だけ。まあ、オープン大会は使えますから。オープン大会用、今日みたいにイベントの時に使用できれば。あともう、これもカタログ外なんですよ、この書体のローマ字。これもカタログ外で、矢沢スポーツさんのマーク自体もカタログ外なんで、これも特注で。まあ、まあ、そうっすよね、うん、特注でここは作らせてもらう。このぐらい、だらけですね。このぐらいですかね、このグローブに関しては。ステッチピンクも可愛いし。ステッチピンクいいっすよね、うん、ピンクと、うん、ピンクってイメージが全然僕ないんですけど、はい、チームの時ピンク入れようよ。僕のグローブってみんなで作るんブラザー TV。 そう、自分がステッチ例えば金とかにしたいのにピンクだよ、そこで言われるとじゃあいいよピンクでとかになっちゃう。いやでも可愛いし、おしゃれです。ありがとうございます。じゃあちょっとね、時間もあれなんで次のグループ、はい、お願いします。はい、行ってみましょう。はい、次はこれです。はい、ちょっと親指側見せてもらっていいですか。はい、 JB ですよ。 JB のオーダーグラブ。やばい、これいくらしたんですか。これは当時で6万ぐらいだった。やばい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 。公式用なんですよ。すごいな。JB が公式っすよ。これ全然オイルとか触れてないんですよ。おあ、ブラッシング効きますよく。うちの動画見ていただけると分かると思うんですけど、本当にブラッシングとブラッシングだけと、まあまあムートンとかいろいろ。ムートンも出てもらってすみません。ツヤがやばい。うん、よく効く。 JB のグラブに関しては、うん、マジで取りやすい。触れていただければ分かるんですけど、いいですか。しやばい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 。ちょっと大きいっすよね。いやいやいや、まあまあでも0-0-5手袋が大きいのかな、中の。ちょっとでかいっすけど、まあ、今言った JB の0-0-5っていうか、うん、なんかグローブ自体の大きさが大きいっていうよりかは中の手袋が大きいっていう、まあそんな感じっすね。イメージの方が、まあ、最近大きいグローブ早いですもんね。自分の結構ちっちゃいグローブ使いこなせないんで、大きめのグローブで。いやいや、でもこれよ、ね、めちゃくちゃうまいからそんなこと言っても説得力ないけど。これ紐ってクリーム系ですよね。
それがこの間ちょっと動画でうちの方で出させていただいたんですけど、はい、それ小柳スポーツさんであのオーダーしたんですけど、はいはい、無料で紐を取っ替えられるっていうメンテナンスカード、はいはい、あれを使って全紐交換されました。元々は黄色だったんです。あれか、はみ出し、はみ出しも黄色なんですけど、ちょっともう渋くなってきちゃってるんで、で合わせて本当は黄色だったけど、そうで綺麗な黄色入れちゃうと目立っちゃうんで、ちょっと近い色で、そうちょっと深みを出して、もうキャメル系の紐を使って、はい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 、ちょっと渋さを出したっていうグループです。なるほどなるほど、まあ、渋くはないですけどね。まあ派手ですけど。いやーこれやばいなやばいな。ちょっと広そう。あ、ぜひ。でかいですけど安心感はあります。はいはいはい、しかも柔らかいし、どこでも使える。なんか置きたいとこしか動かない感じの、本当にそういう片付けで小柳さんが作ってくれてるんで。そうですね、小柳さんは。じゃああれですか、グリスも小柳さんの。そうです、小柳さんの秘伝のグリス。なるほど、これ爆音が鳴る。うん、本当に音を聞いてほしいかなっていうぐらい。やばいな、はめた瞬間感動するグループ、いや片付けもじゃあ小柳さん片付けも全部小柳さん。さすがお任せ。プロですね。はい、今見せる。これは水で水もみで仕上げたり。水なのにこんなツヤ出るんだと。めちゃめちゃ入れてんのに。いやーね。ルビーいらないから。このグローブに関しては。はい、まあね、JB のグローブ。あんまり僕らのチャンネルで正直的に紹介することもなかったんです。しかも使用されたものを紹介するっても今までそんなになかった。使用した話をした方が、やっぱり使った人の感覚なんか伝えられるから。はい、そういう方が。いやーもうありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ今度ね、ちょっと僕も。次回はプラザ TV で、はい、ぜひちょっと参加してください。行きましょう。はい、はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。続きお願いします。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー。翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。